ドブガイは、淡水に住むイシガイかの2枚貝。日本のほか東アジア一帯に分布し、また、ヨーロッパなどに帰化している。川や沼の底の泥中に生息する。拡張は10センチメートルほどだが、形態的変異が大きく、20センチメートルを超えるものも見られる。遺伝的及び形態的に大型になる沼ガイシナノドンタラウタと、小型のタガイエスジャポニカの2種類に分けられる。 殻の色は緑色から黒色まで変異が大きい。殻は薄く乾燥させると自然にひび割れることが多い。ドブガイの仲間は互いや沼ガイに限らず、船ドブガイや丸ドブガイなどにおいても義手派が全くないことが特徴である。グロキリウム妖精は吉登りなどに寄生する。その中から連想されるように一般的には泥臭くまずいことから忌避されるが、 霞ヶ浦などでは、短海と呼ばれ、食用にされる。三重県北勢地域では、かつて道瓶と呼ばれていた。戦国作のツバメ作に、漁夫の利という古事があり、死儀と棒が争う話がある。その棒という貝が何の回であるかは、諸説あるが、ハマグリなどの海水害とする説とドブ貝や、カラス貝などの淡水害とする説がある。ありがとうございます。